伝統的なダンジョンいいよな。隠れても、こいつマジバケモンだわ。もう甘つまがつちすんなこいつ。うわ、霜降りや。いいよ、回復せいや。すぐに削り切ってやるからよ。やめんかやめんか。うわ、強っ。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。蒼月の騎士、リョウと申します。今回もエルデン DLC やっていきましょう。パート1、2の編集をやって気づいたんですが、この人さ、モーグ様の配下やったらしい。ムーアのことな。とても優しく頼もしい。ヒロイムシ何？ヒロイムシと出会った時に彼らを傷つけないように。ああこいつもいるわ。ええ、こいつ NPC だったの？お前の仲間だったのか？ごべーん。あいつそういうことやったんか、ヒロイムシって。殴っちゃってごべーんやな。開けれるんかい、これ。筋力99でも無理やろ、このドアは。さすがに。こんにちは。なかなかええ感じの門構えっすね。なんか来たってえぐいのが。お前でまあ、試し切りはちょうどいいかもな。いや、そんな痛くねえな。おれ！あ、強え！殴れば殴るほど軽く上がっていくからな。素晴らしいね。めちゃくちゃ虫系じゃん。うわ、いるね。となれば、蒼月の剣技。敵の火力そんなに高くないね、ここ。レハイ。この剣めっちゃかっこええわ。ほんで、モーションもええしな。片手で使った場合はどうでしたろ。あ、片手で使っても強えじゃねえか。片手で持ってよし。両手で使ってよし。なあ、びっくりした。こいつ当たり前のように出てくんのやめろ。だからお前、炎の構え効くんじゃない？炎の呼吸！いいね。いや、強え、これ。ロマンもあって強えし、押すし。おー、すげえな、ここ。塔の町ベルラート。俺に歯向かってくる可能性がある奴は全員切る。ロースグレッドスケブン。ここはまあバチバチにレガシーダンジョンですな。フルリ、フルリ。やつえ。影の血の加護揃ってんじゃん。礼拝か。どんどん強くなれ。結構敵いる感じか。妖怪センサーめちゃくちゃ、おっとバレちゃったね。滝の裏くと。危ねえな。さすがにいてえか。おれおれ。いや、勝て！それでもなお勝て。油断していたな。あ、お疲れ。おめえバレてんぜ。滝の裏側にいんのよ。よし、足かけろ。いいね、スタイリッシュ。汚ねえな、ほんでこの水。汚ねえ、汚ねえ。睡眠の苔薬。睡眠の苔薬なんか今まであったっけ？あるか。いや、あったのか。睡眠属性の攻撃なんかやってくるやついた。何ですか？何すか何すか何すか。月光月光月光の構え。月光の構え意外とあんま強くないな。あー痛いねー。そこまで痛かねえが。ちょっと癒しもかけよう。やめろ、やめらんかい。車線切ります。いい足かけます。怖いねー。ベルラート海賊団。お疲れ。てかさ、強攻撃も通常攻撃じゃん、これ。何を言ってるかわかんねえと思うが。メスメルの火油。あいつら撃っとしな。あれ、祈祷かな。炎の構え。炎の構えで火力出すのがええか。月の構えはあんまり強くない。ゲスは騙すんなっとけ。ここはあれなんかな。あ、祝福あんじゃん。なんでやねー。祝福の前子におんのやめー。おら、炎の構え。ここはあれなんかな。黄金樹とは関係のないというか、黄金樹に滅ぼされた文化の街なんかな。なんかメスメルの火に焼かれたとか言うてたから、まあ、侵略戦争。行ったって感じなんかな。尻の穴ないやつ多くない？意外とさ、ちょっと強めのモブの方が、ワンパンされることは少ない気がする。気のせいだったか？こいつ頑張って倒しても絶対汎用やろ。汎用モブやろ。それ結構きついよな。なんか出せやい。こいつの武器も欲しいな。あ！角の剣士の極剣。いや、二刀武器だ。いや、お得やね、それ。一本出りゃ二刀流できんだ。けど、どうせかがり火で休んだらまた復活すんやろ、お前。ほら、当たり前のように歩いてるわ。携帯剣ってこれあれなんじゃない？片手強攻撃をメインに使っていく武器なんじゃない？これ。なんかそんな気してきた。これ全部強攻撃やから。とりあえず、ここの敵は一掃したが、なんかいるよ。またこのハイ野郎か。よいしょ。ちょっとランタンあった方がいいよな。はい、ケツー！おずくり。倉庫の鍵、どこの倉庫やねー。いや、なんかイモいな、地味な戦いが続きます。ほら、ケツだよ。資料出さんか、これ。ここに来てスローイングだが、龍門の投擲権があんのに。井戸底の鍵？井戸底でどこやねん？まず今がどこやねん？バードか。まず一旦左やろ。そろそろショートカットあるんちゃう？このエレベーターなんだ？これショートカット臭くない？絶対そうじゃん。これ最初の扉やろ。これが多分祝福のところですよね。オッケーオッケー。うーわ、いるわ。なるほど。
なるほど。なんか色違くね。こいつ、強固体だな、さては。なんか食われてる。何されてんの？いたし。お前ここ越えれねえだろ。俺の勘がそう言うている。所詮貴様たちはな、ゲームの中の存在なんだよ。こいつ絶対強固体や。俺は炎の構え！いってぇ。あ、死んだぞ。え、これ残留するんや、炎。それ超強くねえっすか。あ、火柱か。え、それ最強やん。神武器骨の弓。病的な骨で作られた粗末な小弓。塔に伝わる古い呪術により、霊おろしの触媒となる。専用宣言、音量値。追尾弾かな？追いすがるように飛ぶって書いてるから多分追尾弾やな。お、なんか隠されてんじゃないっすか、これ。いや、いいね。やっぱりこういう伝統的なダンジョンいいよな。隠れても、うぅビビらせやがって。こういう時に炎の構えが便利なんですよ。一掃できるからよ。敵が多ければ多いほどいい。うわ、よく見たらこれでっかい。ハエ人間やん。え、このサイズのハエ人間また出てくんのかな？妖怪センサーは反応ないな。け、これこれこれい。我が左腕をここに捨てる。ポイ捨てすな。乾いた花束。愛を込めて花束を。召喚した霊体が死んだ時に火力が上がる。愛を込めて炎の舞を。私は上手に踊れるでしょうか？心配だ。でもそれよりずっと楽しみです。びっくりマップやめろ、びっくりマップ。ほら、強攻撃連打。携帯剣なかなか使いこなしてきたな。炎の構え置いていきゃいい。それが一番強いんだよ。いいね。実質火を焼き尽く3回。何持ってんの？何持ってんの？飲み足りないから持ってんの。うわ、まだこいつや！彼はやだな。一旦こっち探索していいっすか。来ないでもらっていいっすか。いや、もうそれしんど。しかもこれ大極拳やん。なんだかんだ言って使いやすい武器が一番いいんですよね。戦技も強いし。言うことねえよ、もう。我が炎から逃れられる者などおらん。こいつマジなんなん？あ、礼拝持ってたんだ、お前。やばいやばいやばい。そのタックルなんか見たことあるな、そのモーション。やばいやばい。え、ガチでこいつ強えじゃん。礼拝上げれんね。礼拝レベル4まで上げといて、レディーソード。切腹レディスト行こうか。さすがにあいつは実体があるから出血すんだろう。ハラキュリー。こいつマジバケモンだわ。バケモンバケモン。踏み込みやべえわ。鉄残光な。10年早いんだよ。はい、出血。いや、それ痛え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 ってこいつ。マジでえぐい。今までの騎士タイプで最強です。君の相手は申し上げないもんね。もう、むちゃくちゃやろ、こいつ。怖いね。ベルラート海賊団、怖いね。はい、お疲れ様です。まあ、これも一つの攻略やから。いいか、これはスニーキングミッションだ。てってってれれ、てってって。いい、スネーク。CQC の基本を追い出して。あんまりご利用しよくないよ。ご利用しすな、ご利用すな。礼拝。そろそろ祝福あると見とるんやけど。パルパパパ、しりしりしり。はい、シリシオク。いや、ほんま強えな。出やがったか、てめえ。ならば、てめえにも味合わせてやろうか。この炎の前の力をな。それでもなお、かたし。ちょっと待てよ。そろそろあんだろ。祝福があるじゃねえか。これ、ボスやろ。はい、かかと落として、そんなもん聞かんよ。なあ、それやっぱ掴みか。お前、絶対掴みあると思ってたよ。やめてな。落とすとかなしやで。格ゲーすな、格ゲー。格ゲーやめろ、格ゲーやめんかい。ボスに行くな、てめえをやってからだよ。ここでマラソンをしろという。クロムの意志。貴様が死ぬまで炎の舞をやめん。こいつ武器出すんがな。誰だ？フレイルやったっけ？フレイヤーか。赤獅子。まあ、ラダーンの配下なんで、そうか。まあ、一旦呼ばずに行くが。さあ、何が出てくる？この私が相手になろう。あー、こいつか。獅子舞や、獅子舞。角の獣よ、神獣よ。どうか塔の子ら、正人の体に宿り、我らのために舞いたまえ。Rise。あー、これ死体に、獅子舞を着せて、そこに神獣を下ろしてるってこと？シュントマイ。アヤトマイか。アヤトマイ、アヤトマイ。すべてを払いたまえ。強運を、強族を、塔の仇を。
これやっぱ中に下入ってるやな。なんて読むの？これマリカのことやろ多分。完全に獅子舞。死体の獅子舞に宿らせてるんだこれ。さあ来い。まずはアティシュはソロ。まずソロでいきます。さあ来いや。なるほど、そういう系な。これはでも炎の舞が通るんじゃないか？お前が舞を踊るなら俺も舞を踊ろう。あ、通ってるね。いい感じ通るや。これソロいけるぞ。なかなか面白いモーションしとんな。いや、モーション全くわかんねえじゃん。ぐる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 ブレス。第二形態からなんか化けそう。状態上とか入んのかな？炎の舞。え、これ強。出血通るか見てえぞ、お前。腹切りごめん。よいしょ。よいしょ、2回か。なるほどな、3回か。すごい、音ゲーみたいなボスやな。まあ、舞っていうぐらいから、共に踊りましょうってことか。踊りましょう、ご友人。踊りましょう、ご友人。タイミング、タイミング。あ、出血するね、オタク。こいつも音楽いいな。これ食われる。あー、やっぱりか。掴み技持ってんじゃん。実に面白い。十分いけるぐらいの硬さやとは思うんやけどな。食うやつ。ここ殴り目。いいね。ソロいけるぞ、ソロ。なんですか、こっから。なるほど、そういう系か。で、しかもご丁寧に雨まで降ってんじゃん。それはしんどいな。やめろ、やめろ、やめろ。やめろ、やめろ、やめろ。お前がサンダーボルトだったのか。なんだ、それ。もうガチサンダーボルト。縦油乗ります。縦油ぐらいつけさせや。なんか大技来るね、これ。腹切ります。なんかそういうのもあるんですね。もう甘つまがつちすんな、こいつ。モンスターハンターすらモンスターハンター。もうディレイがしんどいよ。一生ディレイやん。ひぇー、お助け。今度は氷 ?X 面のストームやん。うわ、霜降りやん。いや、しんど。殴る暇のなさ。いや、もうそろそろちょっとおっさん出すか。おっさんはな、エオニアだけやってりゃいいんだよ、エオニア。腐ってるね、ちゃんと。状態上各種は通るんだ、ちゃんと。さあ、こっからですよ。カンストで正直やれるかどうか不安やったけど、やれるね、十分。縛らずにやれば。出血も食らっとけよ。通ったけど食われてる！これ食われたら終わりやんな、さすがに。よいしょ。よろしく、赤字して。読んどかんかったらイベントが進まんっていう可能性もあるから。っていう言い訳だけしとくわ。こいつ、なんか派手でいいな。全体的に技が派手ですごい好きやわ。いや、なんか俺なんもせんまま終わるで、これ。フレイヤーとおっさんが強くて。このおっさんをさ、一個の祈祷に特化させる構成マジで強いんよ。もう絶対勝てた。なんなら俺が腐敗を入れればいいんだよ。それぐらいの気持ちでやってかんと。痛いね。てか、おっさんマジで強くなったの、お前。礼拝レベルまだ4やけど、全然ダメージ受けてねえじゃん。ナイス出血。やめろ、やめろ、やめろ、メロメロ、やめろメロ。踊りましょう、ご友人。え、しかもその後、派生吹いてる。いや、近寄りがたし。意図近寄りがたしよ。お、終わった！ちょーっとでも、難易度低くなってきたか。でもこれぐらいがいいか。獅子舞の追憶。なんか出た。え？防具ですね。獅子舞に用いられる神獣の頭部。最も優れた正人が被るとされる祭具。それはもう老婆の祈りに応えることはない。神おろしにより嵐の威力を高め、筋力と技量も高まるが、聖杯瓶の回復量が減少する。また正気体質も下がる。でかすぎんだろ。食われてもう取るかな、これ。追憶も読んどこうか。串刺し校の軍勢が塔を襲った時、獅子舞は神事から軍事となった。その怒りも春麗な舞もか。いや、相変わらずテキストがおしゃれやな。話聞かせい。塔よ。影に隠された我らの塔よ。螺旋よ。あのお方を神に導きたまえ。我らを救う神に。ミケラか。なんか黒くね？まだ入られへんけや。塔の掟神。この先、影に封じられた塔に神の門がある。ミケラ様はきっとそこに向かわれる。探さなければならない。新人ならぬ我らがそこに至る道を。私は十字をたどり、東に向かう。東ってどっち？こっちか。次、ここ？ここの山に行かなあかんのか？じゃあ、とりあえずあれやな。神獣獅子舞の追憶で、何を作れるか見てみようか。礼拝あるやんけい。こんなになっちゃった。あれ狂う真珠タリスマンか。嵐の威力を高める。
ざっくりしてんな。その怒りは空の乱れであり、嵐とはその最たるものである。おい先輩、神獣霜踏みですって、絶対こっちの方がいいじゃん。霜踏みお前、かつての威厳を取り戻すのか。神獣霜踏み。おい、かつての威厳戻ってきた。かつての威厳を取り戻したか、霜踏み。俺は嬉しいよ。うわ、かつての威厳。威厳戻ってきたな。霜踏みが帰ってきた。これぞ我らが霜踏みよ。ここで動画終わってもいいんですが、さすがにね、若干ベルラートの探索が甘い。鍵取ったけど使ってないんで、ちょっと鍵で開くとこ探しに行こう。あいつだけで、まあ、若干火が開いたんですが、火が開いたうちにちょっとだけね、探索やりました。ここになんかミケラの十字見つけたり、あと編集中に取り逃しての気づいたものとかを取っておきました。ほんで、このチャクラム。あの、チャクラム持っとるやつが、まあ、出すんちゃうかなと思ってマラソンやってたら出たわ。鍵で開けられそうな場所の目星はついとる。オーケー、ここやね。なんすか?ババアやね。大丈夫か、ばあちゃん。何にもなし!なことはねえだろ。あ、獅子舞の頭や。なるほど。これもしかして獅子舞の頭か?獅子舞です。やっぱそうだ!私が神獣獅子舞です。おー、この香りは、ファブリーズしときました。もしは、マサヒト様ではございません。マサヒトです。神獣様の精液が消え、痛く心配いたしましたが、まあ、俺があってかんな。あの、神獣獅子舞が出てくる時のアナウンスのばあちゃんや。まだ神獣が生きてると思ってる。かわいそうやけど。我らの声が天に届いた。いや、届いてねえんだよな。あなた様を使わされた。騙して悪いがやって。どうか息子を連れくら、息子?我らを裏切り火をかけたマリカのコラメに、メスメルにその手先どもに、どうか報いを与えてくだされ。なんだこれ、守護霊。ばあちゃんは目が見えへんのかな?いや、かわいそすぎるやろ。老人を狙った詐欺やん。さ、あとは、井戸ですな。井戸はまあ入り口あたりの広場にあるんじゃないかな。災いの舞い!かがで落とし!せい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 !いや、強いね。出血もあるから。まあ、なかなか強いと思いますけど。カンストとはいえ敵の火力やべえんだよな。スティームレビュー!まさかの賛否両論!あったわ、移動。スル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 。またいそうですね、なんか。いらんもんが。ここやね。さあ、この先には何があるんだい?あーら、沼地ですか、また。これが反省した毒沼?反省とは一体何だったのか。また生えまんいんな。おら、災いの舞い!腐敗じゃなければ怖くないね。心配無用ですよ。この程度痛くも痒くもない。痛いね、ちょっとは。汚い手で触るんちゃうね。かがど落とし。この武器なかなか気に入ったぜ。もうどれが生きてるかわかんねえわ。気持ち悪い。ちょっと、それはやべえじゃん。いくらでもおるやん、ほんまに。毒など恐るるに足らん。何すんねん、バダリー。何をやり散らかしてくれとんの、こいつ。ほんまに。私、あなたのこと嫌いです。火を焼き尽くさんかい。やっぱこれよな。うわっ!おめえもいいんじゃん。やめえ!やめえやめえやめえ。銃疑も。鍵使ってきてんのにしょっぺえじゃん。これはええもん。毒手。これは武器か。やべえ!行き止まりんごー。やめなんかい!こいつ浮かねえか、さすがに。まあでもやれんな。さすが、あのマレニアを焼いた火よ。マルトーボパパー!ここ祝福あるんとちゃいまっか。開けます。青!これ入り口やね、入り口。てかさっきの毒手。いくつもの非業の遺体から生皮を剥ぎ、繋ぎ合わせた手袋。猛毒の状態上効果があり、周囲で毒状態が発生すると攻撃力が上がる。いいね。すべてを焼き奪った者たちへの必要な暗い復讐心によって作られた力なき者たちの武器。専用戦技毒の突手。指先を前に向けながら差し出し、敵の体をズブリと貫く戦技。大量の猛毒を一気に蓄積。いいね。なんか来るね。嘘だろ、またおめえ出てくんのかよ。DLC にまでてめえいんのか。もうお前の攻撃は食らわん。いて!ちょ、もうってこいつもうめんどくさいよ!なんで DLC にまでこいつ出すんだよ!はよ、終わらんかーい。ああ、もう誰!いや、お前もう死んでたやん、今!あ、ほら、死んだ!あ、俺の勝ち。免疫耐性アップやな。言うてこのベルラートはもうだいぶ探索やり尽くしたんじゃないか?妖怪先生反応あんね。これなんかあるやろ。これ墓か。ごめんやで。なんや!黄金の祝福なきすべてに死を。誰?クイラインって。
メスメルの火を、あ、いるいるいる、なんだてめこの野郎。なるほど、メスメルファイヤーマンか。てかこいつ髪型ペトルスやん、なんか槍持ってんね。来んな来んな来んな、ここせい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 、さあ来いよ。俺は逃げも隠れません。火力もまあ大したことねえだろう、2発耐えれんなら大したことねえよ。さあなんだそれ、巨人狩りだが俺にはこのかかと落としがある、やめろ。あっ、その武器なかなかいいじゃないか君、くれるんだよな、それ絶対ダウンある。いいよ回復せいや、すぐに削り切ってやるからよ。やめんかやめんか、うわ強っ、そのコンボ強っ、押し切るんだよ、やばい、さすがにもう負けれんど、これで終わりだ。クソ粘るね、粘るな、クイラインだがさすがに終わり。なんか言うてます、聖戦の起床、なんか最後言うてましたけど、なんつってるか聞こえなかったぜ。お、先輩悲痛の叫び、まあでも叫び系使わんからな俺。これはなんだい、敵を倒したら火力が上がる、多分これでベルラード全部終わりなんで一旦パート区切りましょう。てなわけで今回はここまで、今回も最後までご覧くださった皆さんどうもありがとうございました。てなわけで See you next time, bye bye, 次回また遊びに来てな、ほな。